はい、皆さんお疲れ様です。本舗ポッチです。今日はね、ちょっと時間あるんでアルミホイール少し磨きたいと思います。はい、ブルーマジックで激落ちくんです。軽く、水つけた、雑巾で汚れは取りました。この前ね、30分の休憩時間に、軽く汚れを落とすだけの動画をアップしたんですけど、その時のね、コメントの一つに、磨かへんの?っていうコメントをいただきました。あえて名前は言わないんですが、不正字でいきますと、ゆうさん、ゆうたさん、ゆうたさんです。はい、この前のはね、本当30分の短い時間に、ささっと汚れを取るだけの動画やったんですけど、磨かへんの言うてコメントが来て、この人大丈夫って思ったんですけどね。今日は磨く動画じゃなくて簡単にささっと汚れを落とすだけの動画やのにね。まあでも名前は言いませんが、そしてゆうたさんです。はい、でまあだからというわけではないんですけど、今日は磨きたいと思います。それでもね、ちょっとアルミホイールの磨き方がいまいちよく分かってないんですね。これで果たしていいのかどうか、もっとこうした方がいいよとか、間違ってるよとかありましたら、あと優しく教えてください。お願いします。よいしょ、まあ、例のやついきましょうか。よし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 、はい、よし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 のよしは、はい、ありがとうございます。これは磨こうかな、磨いてもいいかな。ちなみにこのホイールナキャップ、ホイール、ナットキャップは前しかついておりません。はい、お風呂をいただきました。よいしょ、よし、果たしてこれで待ってるのかどうか。これ結構ボロボロになりますね。よし、どうですか、2回ぐらい磨いた方がいいんですか。よし、よしよしよし
き落ちくんが1回でもうボロボロになってきましたよ。ここもねちゃんと磨かんと。マイクロファイバー拭き取っていきます。よし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 、のうてんのかなこれで。よしよしよし、ちょっと暗いんで分かりづらいかも分かんないですけど、よいしょ、なんか間違ってるような気がするな。よし、なら次は綺麗なウエスで最後。あ、なんかやっぱり綺麗なというのは気しますね。どうでしょう、さっきと違ってます？今ね、ちょうどお昼の休憩中なんで、時間あるんで。どうでしょう、綺麗になってますでしょうか。よいしょ、カメラワーク下手やな。はい、ということで、あと残りも続けて磨いていきたいと思います。ダメ出し大歓迎、コメントお待ちしております。ありがとうございました。ポチッとな。